ニセクロナマコは、ナマコの一種。縦種モク,クロナマコかクロナマコ族に属する。体長は20から30センチメートル。全身が少し紫を帯びた黒。円柱形の体は、やや細長く、特に先端から、中ほどまではやや細身になっている。背中側の体表には、やや細かい円錐形の突起が、多数並んでいる。覆面には、観測が密生しており、 背中側にもイボの間にまばらに見られる。体先端の口は下向きについており、触手を伸ばして岩表面に吸着しているのが見られる。体壁は柔らかい。長肝体に生息し、石の下に見られ岩の上に生い出しているのもよく見かける。強く刺激すると肛門からキュビエ機関を出す。これは白い紐状のもので、天敵の体にまとわりついて邪魔をする効果があると考えられている。 また、大壁には、ホロツリンという有毒成分が含まれる。これを利用し、浅瀬の魚を捕らえる量がある。ナマコの中では、唯一有毒とされている。熱帯系の動物で、日本では、キー半島付近を北限とし、それ以南、インド太平洋域に広く分布し、南アフリカ、中南米太平洋岸まで生息する。近似種に、黒ナマコがある。 全身が黒い点などよく似ているが、野外では常に太陽に泥を被っているため、白っぽく見えること、また、キュビエ感を持たない点が異なる。ありがとうございます。